はい、どうも、ガツポンです。今回はですね、今回からですね、毎週日曜日に新しい機械とかね、デバイス情報をね、発信していきたいなと思ったんですけども、日曜日超えちゃって、忘れちゃったんですよね。なので、こういう新しい技術が出たら、こういう動画をね、出してね、アップしていこうかなと思ってます。で、今回はですね、ちょっと前に発表されたんですけど、NVIDIA ゲーム向けのリアルタイムレートレーシング技術 RTX を発表しましたよというふうになってます。で、これはですね、4Gamer さんの方で僕が見つけたんですけど、かなりコアな書き方になっていたので、僕の方でね、知識のない一般の方でもね、わかりやすいように軽く説明しているので、もしよろしければご覧ください。で、今回はですね、4Gamer さんの方の記事を見ながら紹介していこうかなと思います。はい。でですね、この NVIDIA RTX テクノロジーというのはですね、同日にマイクロソフトが発表したリアルタイムレートレーシング技術、ダイレクト X レートレーシングと連動して、動くものになります。で、このリアルタイムレートレーシング技術っていうのは何かというとですね、今までゲームっていうのはシャドーマップって言って、あらかじめ影の画像とかが作られていたんですよね。で、それをとある視点の時はこの影を使いますよっていう風に、あらかじめ作られている影を、見えてる画像に上乗せしていたんですけれども、今度からはリアルタイムレートレーシング、現在進行形で変更していく、リアルタイムレートっていうのは現在進行形ですね。で、変換していく技術として、光の情報を入れることによって、そのアイテムの形がどういう形だから、こういう風に光を加えたら影がどういう風にできるっていうのをリアルタイムで考えて作りますよというものになります。はい、で 3DCG 技術ですね。で、これはですね、ボルタ世代の GPU 上でのみ動作するようになっています。で、なぜかというとですね、ボルタ世代というのは GPU にですね、平行演算の技術が使用されていると。で、どういうことかというと、ボルタ世代、NVIDIA Titan V ですね。Titan V 含め、それ以降の GPU、今後発売される GTX 11シリーズ、現在10シリーズで、今後発売される11シリーズに、ボルタ世代と言われる、GPU となります、それがね。なので、今後発売される GPU もしくはTitan V でしか動作しないようなシステムになるんですけれども、これがですね、その並行技術が使用されているおかげで、一つのグラフィックボードに、何個も脳みそが乗っかっていてですね、全く違うことを同時に考えることができますよというふうになっていると。このボルタ世代はね。なので、ボルタ世代でしか使えませんよというふうになっています。で、なおかつですね、マイクロソフトが出した、ダイレクト X レートレーシング技術で2つあることによって動作しますよというふうなものになります。で、ちなみにこの2つ動作する、RTX テクノロジーというのは、平成30年の8月にですね、技術カンファレンスで、実際ね、技術者の方に発表されますよと。で、RTX をね、どういうふうに利用するのかっていうのは、そのタイミングで明らかになりますよというふうになっていますが、こちらの画像を見てほしいんですけど、RTX テクノロジーっていうのは、マイクロソフトが作ったダイレクト X レートレーシング技術の補助的な役割で存在しますよと。で、なぜ補助的な役割かというとですね、この海外サイトを見たときに、ちょっと4Gamerさんの情報じゃなくて、海外の情報とちょっと照らし合わせたときにですね、描写するのは NVIDIA の、レートレーシング技術っていうのが必要になると。NVIDIA ゲームワークスレートレーシングっていうものですね。で、下積みとしてボルタが存在しますよというわけです。はい。なのでですね、このゲーム自体、この技術自体、プログラム的な話をすれば、GPU にも負荷をかけてしまうのではないかという見方もあります。はい。なので、あくまでね、補助的な役割で、この技術っていうのは使われていて、なぜ補助的な役割かというと、記事の方で紹介しなかったんですけど、この開発者がですね、全てのゲームでは採用しないでくださいよと。で、ゲームでもですね、一つのゲームに対してほとんどこのレートレーシング技術を使うことはやめてくださいよというふうになっています。なぜかというと、発熱の問題がかなりあるっていうのと、そういうような目的で作ってませんよというふうになっているんですね。まあ、なので、一部のゲーム、なおかつごく一部の場面でのみ、この技術が使用可能ですよというふうなことになっていると。はい。ですね。で、しかもですね、まあ、今回この情報でかなり懸念されているのが Xbox とか PlayStation 4系のね、コンシューマー機で Xbox 戦略じゃないかと言われているんですけれども、まあ、PlayStation 5がですね、今年か2年後に発売されるということで、まあ、その技術に対応して出てくるんじゃないかなと。ダイレクト X レートレーシングについてはですね、PlayStation 4も採用することが可能なので、その辺は問題ないんですけれども、まあ、ただ GPU がね、ARMOR 製が作成した GPU にソニーの8割が手を加えているという GPU なので、まあ、今後 NVIDIA の RTX テクノロジーを導入するには、まあ、どういう風になるのかっていうのがちょっと気になるところですね。はい。まあ、ただ問題はボルト世代にしないといけないという、平行演算できるような GPU を採用しないと、PlayStation 5は潰れてしまうんじゃないかなと。いうわけです。で、今ね、ちなみになんですけど、PlayStation 4っていうのは、インテルの i7 の初期世代の、CPU とほぼ同様の能力を持っていて、まあ、イエーガーと言われる、演算機械を導入してるんですけど、で、GPU もアーマード製で、なおかつソニーがかなり、まあ、さっき言ったんですけど、8割ぐらい手を加えたような GPU になっていると。まあ、ほぼアーマード製って言っていいのかどうかわかんないような GPU になっていると。いうわけで、まあ、そのですね、NVIDIA と例えると、960相当、もしくは 660Ti 相当と言われています。960の方がですね、まあ、かなり合ってるんじゃないかなというふうな情報が2チャンネル出てるんですけどね。はい。でですね、まあ、これに関与してなんですけど、この情報が出た後ですね、NVIDIA がゲーミングブランドからアーマードを締め出そうとしている GeForce パートナープログラム問題とは、っていうのが出ています。まあ、これね、任天堂とかも出てるんですけど、GeForce パートナープログラム。パートナープログラムっていうのはですね、まあ、いろんな会社にね、情報を提供していきますよというふうになっています。で、まあ、これ、普通のことですよね。うん。なので、まあ、アーマードを締め出すというか、なんか、そんなんじゃないかなと。そんなのなのかなって。いうのは僕は思うんですけど、でもやっぱりアメリカの方で見ると、韓国の方はね、いや、ふざけんじゃねえよみたいな声が出てるんですけど、やっぱりアメリカの方とかね、そういう系で見るとですね、やっぱり独占禁止法みたいな感じでですね、アーマードを完全に締め出そうとしてるぞ、NVIDIA は、みたいな見方が多いみたいです。でも韓国とかそっちの方面は、いや、そんなんしてないでしょって、技術が発展してない方が悪いんだよっていうような見方が多いですよね。うん。はい。まあ、なので、まあ別にこれによってね、まあ NVIDIA のね、この新しい先進的なテクノロジーだったり、まあ新しいね、企業の在り方だったり、システムっていうのはね、まあかなり先に進んでいるものですよね。まあ、なので、まあ、独占禁止法がどうたらこうたらじゃなくて、やっぱり NVIDIA に傾いていきますよね。技術が先に行ってるんだからね。どうしてもね。まあでもただ今回、まあ、独占禁止法って言われても仕方がないのかなっていうのが、やっぱり Xbox にも関与してくるんですけど、マイクロソフトと連携して作ってしまったっていうのが、かなりなんかそういう見方をしそうですよね。うん、できますよね、そういう見方がね。もう PlayStation 4を締め出すために Xbox で採用されているマイクロソフトと NVIDIA が手を組んだんじゃないかみたいなね、見方をしてしまいますけれども、まあでも NVIDIA の技術が先進的なだけなんで、と僕は思います。まあ皆さんどう思うかわかんないですけど。はい。というわけで今回はですね、この NVIDIA に関した最近の情報を紹介しました。まあ他にもいろいろあるんですけど、また別動画で紹介したいなと思います。Twitter の方でもですね、こういう情報をちょくちょくつぶやいているので、はい、もしよろしければご覧ください。あとですね、僕が運営しているサイトガリレオ FOX の方でも、記事の方を更新しているので、もしよろしければご覧ください。はい。というわけで、もしよろしければ高評価、チャンネル登録の方をお願いします。それでは、バイバイ。